毎年恒例の人気イベント味噌作り体験が森の体験館で開催されました。使っているのは群馬県産の大豆、丁寧に洗い水の中で一晩寝かせます。一晩寝かせた大豆は柔らかくなるまで煮込みます。甘いでしょう。美味しい、美味しい、ね、うん、甘いね。でこれをあんまり熱をかけすぎてもダメなんです。黒沢さんは長年講師を務めており味噌作りの名人です。ある程度ここで水を切ってください。水気をよく切ることが黒沢さんのこだわりだといいます。そうすることでしっかりとした味わいの味噌になるそうです。もう一つのこだわりは塩入りの麦麹を使うこと。これが塩切り麹と言ってます。はじめ揉んでもらいたいんです。これに混ぜ合わせている麦麹は上野村の名産品である十穀味噌に使われているものです。この麹を使うことですっきりとした豊かな風味の美味しい味噌に仕上がるということです。でこれでもってここに叩いてください。何度も棒で叩き大豆を潰します。棒で潰すことで大豆と麹がよくなじみ均一な仕上がりになります。はいはい、これお酒やる。よく練った大豆は丸めてから樽に詰め込みます。この時力を込めて樽に押し込み余分な空気が樽の中に残らないようにします。ぎゅうぎゅうに押し込むんですね。そうですね。仕上げにカビを防ぐために塩を振りかけます。また空気に触れにくくするためビニールで覆います。はい、これでね、はい、常温で1年ほど寝かせるとようやく味噌が完成します。予想以上にしんどいんですけど、これが1年後美味しい味噌になればと思えばまあいいかなと。麦味噌も珍しいのと、あとやっぱり自分で作ったっていう価値は食べると感じますよね。手作りの味噌はお孫さんへのプレゼントになっていることもあるようです。娘家族も息子家族もばあばが作ってきたのはどうなのかなと楽しみにしてるみたいです。